チャンネルってこんなの。皆さんこんにちは。私の名前はポアロ・クリスティと申します。2023年の12月から某チャンネル競輪探偵 K チャンネルを開設したバーチャル YouTuber です。チャンネルの名前にもある通り、主に競輪を中心に動画投稿配信を行っております。もともぜてあ、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 バカ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 、いや、8割、これ岩津ある、岩津ある、いや、ちょっと早いな、いけんのか、距離踏めんのか、いや、きつい、いや、きつい、こういう直線勝負残ってる、9、故障優作取れるか、あ、12、7、競輪は聞いたことはあるけど、実際どんな競技なのかわからない、または知っているんだけど、車券は買ったことがないんだという方でも、私のチャンネルはどの競輪チャンネルよりも分かりやすいんです。その理由がこちら。当チャンネル独自で開発した競輪予想シミュレーターがあるからなんです。選手たちの動きや走り方、それらを分かりやすく可視化しているので、なんとなく見ているうちに競輪っていうスポーツが感覚で理解できちゃうんです。考えなくてもいい、感じられる、それが競輪探偵 K チャンネルなんですね。ちなみに、なんでこの緑のやつは探偵なんだと思ったそこのあなた。競輪はどの競争競技よりも目まぐるしく展開が変わり、選手たちの行動傾向や思考傾向やその時々の調子、果てはコースの特徴から天候、風向き、それらを踏まえて考察して犯人を追うじゃなかった。上位に入賞する選手を当てなければならないんです。そう、これはもう予想ではなく推理。そう考えた時から私は探偵というジョブにチェンジしました。座右の銘は七点抜刀。どうかこれからも競輪探偵 K チャンネルをよろしくお願いいたします。